私がけあの部屋を改装させたら全部埋めてみせますと。それ私も悩んでたんですよ、空き室だらけで。それでそんな簡単に埋まるもんじゃないし、そんなバカなこと禁止になってうちの秘書に言ったんです。 DVD を置いていかれて、僕の部屋でこう暇な時ひょっとつけてみたら、おじいさんとおばあちゃんが出てきてですね、でこの人に頼んだらとんでもない部屋作りして、黒と白の家にしてしまって、もうバカボンと怒ったって。そしたらポロポロポロっと埋まったってそのおじいさんが言われたんですよ。はあ、もしかしたらって。で僕は靴の女性の靴の商売ですから、あ、もしかしたらそうかもしれない、じゃあ会ってみようっていうのがことの起こりですよね。で僕個人でバーッと決めるわけじゃないですから、僕もこの兄弟なんかいっぱいおりますから、どうやろうったら年寄りからやってやってみたらって、先生やったでしょ。でうまくいったからまた第二次のお願いして、で結局当時ですね15、6部屋空いてましたね。出ていく人が多くてですね、でも僕は本業は靴の方ですけど、商売の方までうまくいかないので、こっちまでまた大変なことだったって思って、そしたらあの生まれ始めましてね。で2回目3回ぐらいしましたかね、はい、で結局だんだん植えて、今ほとんどゼロに、あの空き室がゼロに近い状態で、まあ福の神にあったようなもんです。私あの時断らんのってよかったなと思ってます。国の援助金があると、その情報僕は全然知らないわけですよ。ですごい安くしていただいたよね。そうこうするうちに本業の方も良くなってきましたねそれで福の神という形になって僕がやってるわけです、うちの社員の女性がいますね。でちょっと連れ行こうって見に行ったら、これいくらするんですかって言うんですよね。で興味があるんですよ。あ、これやっぱ興味があるんだと、ということで、そしたらお客さんやっぱね、1、2週間で入りましたね。そのお客さんの希望をね、その嗅ぎ取ったっていうこの能力が僕はすごいと思うんですよ。で僕ら靴に関してはなかなか僕も女の人と話すの苦手やし分かりませんけども、そういうののそのマーケットにね聞くというのがねすごい立派だなと思いますよ。実行に移すとかはね、僕今大好きな会社ですね。最初はあんまり好きじゃなかったけど、やっぱりよう見てますもん。そういう意味ではお客さんを見てるっていうのはね偉いなと思うし、僕ら学んだですよね。お客さんの変化って少しずつ少しずつ進んでると思うんです。それがね分からんのですよ僕ら。で10年ぐらい経つと、あ、しまったと思うようなことがあるでしょ。その辺をやっぱり読み取るっていうか、マーケットに聞きに行くというね姿勢は僕は立派だと思うんですよ。この各界フロア層でね相当高いんです、年齢が皆さん。でそのリノリースしたとこだけがね30代なんですよその2種類 の, じあの人民が人が住んでるんですよね。でだんだんこれ若くなった方がいいなと思うけど、あれ除くと平均もう75ぐらいになってるんじゃないかな。そう思いますよ。工夫してよく考えてあるなと思いますね。でいろんな角度から、はい、建物を壊してやるという案も検討をしたし、今あるものを生かすという案も選択肢の中にあったということですね。一つ心に残ったキーワードがありました。それはですね、契約更新を行う場合にいわゆる空き室分だけについていわゆる家賃見直しをしましょうと、入ってる分についてはそのままにしましょうというのは大きなポイントだったですね。それともう一つは満室魂と、本当かなというふうに思いながらもですね、まあ、あのプレゼンのいわゆるかける意気込みというか、そういったものを一つ社内で一回もう少しきちっと聞いてみようと、まあ、そういうふうに思って、聞く分はただだということで足を運んでもらいました。当然ですね、リノリースさん自体が若い会社ですし、勢いはわかると、だけども本当に大丈夫かなっていうのは当然、事業をやる場合にはですね、あの大事な要素で検討しました。でまず初めにじゃあそれを確認をするために実際やってるものを見せてもらおうと、当然その賃貸フェアの中でも見せてもらったんですが、やるということを一つ大きな前提にしながらですね、ものを見せてもらうということで少し数も見せてもらったということですね。まあ物件を見てですね、これでああよし行けるという完全にですねそう思ったわけではないですね。
一番の決め手はですね、当然、まあ社長からも言われてましたし、本当にこの会社は大丈夫かとですね。そして、まあ作る側からというよりもオーナーさんの声をですね直接聞くことができるのであればですね、そういうものを聞いてこいと言われましたので、まあそれは見せてもらってる最中にそれこそ突発的にですねオーナーさんの声聞けますかと言ったことに対してですね、即対応してもらったと。そして生の声をオーナーさんから聞くことができたと。それは非常にですね、我々のやってみようということについての判断材料については大きなポイントだったですね。まあそれは我々も賃貸事業ですね、いろいろ計画をしてきましたので、自分たちで運用してですねやっていけば、それが一番コストもかからなくて済むんですね。ですけれども、それについてはリスクがあると。リスクに対するいわゆる保険というか保証というのには当然お金がいると。その分をリノリーさんと契約をしてですね、当然支払うわけですけども、まあ、そういうリスクっていう部分と、まあ、当然、収益がその分当然落ちるわけですけど、そのバランスですね、これを見た場合に、まあ、いけるのではないかというふうに判断をしたと。それともう一つはですね、こういった事業を長崎でですね思い切ってやってるというのがないと。であるならばやっぱり我々が先にやろうじゃないかと、もういうことを社内にも随分 PR をしてですね、始めようというふうにしたということですね。まあ、40通りの、まあ、今回40個ですけど、40通りのリノベーション、それぞれ各デザインが違うというのはですね、すごいノウハウだなと思いましたね。まあ、その家賃、その空いてる住戸だけ家賃を2年ごと見直すっていうのもその理にかなってるし、まあ、その辺ではスキームはかなり魅力的だったんで、まあ、他の20年一括保証とかいうのもちょっと検討したことはあったんですけども、まあ、こちらの方がまあトータルで収支を考えるといいなっていうのはありましたですね。まあ、何しろその勢いがある感じがあったんで良かったかなと思います。はい、対応もちゃんと素早くしていただいたんで、まあ、そこも魅力ではありましたですね。古い物件でリフォームしてどんだけ入るのかっていうのは確かに不安ではあったんですけども、まあ、今一重戸だけそのモデルとして先行モデルとして作っていただいてますけど、まあ、それを見るとこう入るいけるんじゃないかというふう、実際物を見るとですねいう実感が湧いてきたところですね。はい、40個出来上がって春にはその満室になることを楽しみにしているところです。はい、まあ前はね3割しか入ってなかったでしょう。で募集してもなかなか入らなかった部屋がリノリースすることによって、で若いお客さんたちがたくさん入ってきてから楽っていうとおかしいんだけど、収益面に関してからも何も心配もしなくても良くなったし、やはり綺麗な形になってきたから、だから楽しみがあるっていう感じです。ただ収益がある以外のものがあるよって感じがしますよ。まあ、学生も含めてから社会人の若い子たちもね含めてから、なんか僕らがね、まあ、こういうアパート経営する中で自分のアパート見に行った時に、まあ、10個部屋があれば、じゃあ3つしか電気ついてないんだと、全部ついてると安心感もあるでしょうと、活気があるじゃないなと思うじゃないですか。そしたらなんかいろんな意味でなんか、まあ、満室になれば幸せになれるのと一緒でね、そういう感覚になりますよ。うん、だから普通の賃貸経営と違ってね、ちょっとまた面白い分の感覚を味わうことができます。従来の今まで何回かリフォームしたことがあるんですよ。でまあフリーのが新しくなりますって、しかしじゃあ入居者があるかないかってなってくると、入居者はなかなか入ってこないんですよ。でこのリノリースっていうのは綺麗な部屋になって、で若者たちが好むような部屋になって、でそれに家賃保証がついてますので、だからまあ、そういう分に関してはすごく安心感があります。お金をかけてリフォームするでしょ、しかし保証っていうのがついてますので、
安心してからその改修工事ができるという部分がメリットがありますね。ディノディースだから相続対策に関してはすごくメリットがあるということで、税理士さんの方からもあの説明がある中でですね、普通のリフォームよりこのディノディースの方の方が節税対策がすごくありました、計算してもらったら。だからまあ相続するときにね、まだ税金がかからないような形もやはり税理士さんたちがいろんな形で、まあ、詳しい説明をしていただいた中で、まあ、このディノディースの分の改修が一番面白いなって、で家賃の保証があって、で綺麗な部屋になって、で設営ができてっていうんであれば、あの何も言うことがないんですよ。だからしてから本当にね、良かったと思ってます。それはいや、そのディノディースという形で家賃の保証をしていただけるということを聞いてですね、どうして家賃の保証までしてもらえるんだろうと思って、ちょっとそれは美味しすぎる話じゃないのかなと思ってですね、ちょっとこう一歩引いてしまった部分はあるんですけど、やっぱり怪しいというそのやっぱり一番決め手になるのは家賃の保証っていうところですよね。で家賃を保証していただけることによって、その銀行からの融資をどうしても受けた際にですね、返済のこととか考えるとですね、いざリノリースはしたものの入居が決まらないと借り入れの返済を返していくあてがないと、それが保証があることによって月々の返済の計算とかがですねきちっとできてくるっていうのが、やはり導入する大きいきっかけになりましたね。やっぱり何かこうちょっと変えていかなきゃいけない、他がしてないことをちょっとしなきゃいけないっていうことがやっぱりどこかにあったからですね、やっぱりそのリスクを克服しないとっていうか、リスクを恐れては前に行けない部分もあるからですね、いやもう空室の方はやっぱり激減してるというか、間違いなく埋めていただいてます。54、5ぐらいありますね、していただいた部屋が。一番印象に残ったのは第1回目のリノリースをしていただいた時の出来上がった部屋を私たちが見に行った時のあの衝撃はすごかったですね。こんな色みたいな、こんなデザインっていう、ちょっとこうびっくりするようなデザインではありましたね。やはりその固定概念としてフローリングは木目でクロスは白でというその古い考え方なのかもしれないですけど、オーソドックスなリフォームが当たり前と思っている自分たちのですね、なんかこう固定概念が崩されたというか、デザインの斬新さに一歩引いてしまったというかですね、それがあっという間に埋まってしまったところがですね、やっぱりそういう時代なのかなっていうのも感じましたね。やはりオーナーとしてもそのリノリースに最初はある程度のお金はかかりますけど、じゃあ入退居の入れ替わりの時はですね、あの家賃の1ヶ月分程度でリフォームというか修繕をしますということなんでですね、今まではどの程度かかるかっていうのが退去されてみないとわからない部分があったんでですね、実際にその入居者の方から2ヶ月3ヶ月っていうふうに修理代が取れる時代ならいいですけども、今やっぱり難しい時代になってきてるんでですね、やっぱりこうその辺の数字がはっきり最初から分かってるっていうことは大きいですね。 100% 修繕費として落としてもらってます。ただどうしてももともと畳の部屋だったところをそのフローリングだったりタイルカーペットに変えていただいたところっていうのは、その資産計上しなきゃいけない部分もありますけども、基本修理していただいた部分は 100% 修繕費で落とせてますね。今まで通りのことをしていれば間違いなく埋まってないと思います。